10時59分より異性のに A の音を奏でてもらいます。開催日の9月9日土曜日、そして今日10日日曜日の両日に各演奏会場の最初のバンドの方々に10時59分より A、ラの音を1分間奏でてもらい、会場にいるすべての人々が A、ラの音に耳を傾け、東日本大震災の鎮魂、祈り、再生、復興を願う時を共有してからフェスティバルを始めたいと思います。A、ラの音は昔から人間の心の中に響く音として、お寺の鐘の音や仏壇の鐘の音として鳴らされてきました。また赤ちゃんがこの世に生まれ出た時の鳴き声も A、ラの音と言われています。ご理解とご協力お願いいたします。では10秒前です。9 8 7 6 5 4 3 2 1。お待たせいたしました。トップバッター MOK さんの演奏をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
きっと気が通ずるから、そっとこのまま二人は MOK です。定禅寺ストリートジャズフェスティバル、今回第27回ということで、MOK 久しぶり、3年ぶりぐらいですかね、3年ぶりに参加できてすごく嬉しいです。この定禅寺ストリートジャズフェスティバル、歴史を振り返りますと1991年に第1回が開催されたそうなんですね。そして今や、はい、長井さん、今や48組ぐらいのアーティストがこう出てらっしゃるそうなんです ね。という感じなんですけども、ちょっと今日真面目な MC をねちょっと考えてきたんですけど、なんかあんま不評、メンバーから不評なんですけど、でこのまあ定禅寺ストリートジャズフェスティバルはですね、皆さんからのこう温かいこうご寄付をもとにこう運営されておりますので、もしよかったらそこのテントでですね、募金箱がありますので、そちらに100円以上募金するとこのミニカンザがもらえますので、ぜひ皆さん乾杯していただいて、カンザを持って儲けのライブでこう振りながら見ていただければ。じゃあ私待ってますので、次の曲まで。テンション冗談ですけどね。MOK の M はミニカンザの M でもありますので、はい、今日決めました。決めます。じゃあ、次の曲に。
ですね、ここでメンバー紹介します。はい、メンバー紹介します。で、MOK、よくなんで MOK なんですかって聞かれるんですけども、ローマ字表記で MOK っていう表記で、なんでですかって聞かれるんですけども、まあ、普通にメンバーの頭文字、名字の頭文字取っただけのバンドなんですよね。でもそれってなんか面白くないじゃないですか。ないですよね。私もそう思ってたところなんですよ、ずっと。それでですね、じゃあここでちょっとね、そういった感じでちょっとメンバー紹介します。じゃあまず、じゃあこちらのギターさん、はい、最も大きい筋肉の持ち主、チャーリー、MOK ね、最も大きい筋肉の持ち主。そして、あ、じゃあ奥の、はい、ベースの方がですね、真面目な、お父さんの鏡、おお、陽介さん。そんで、じゃあ、あと隣の方ですね、M、まっすぐを落っこちて、骨折した兄。こんな大事な時にね、転んだって信じられないですよね。本当に、本当に折ってるの、本当に折ってるの。証人の方、今日いらしてる。あ、なんと。本当にご迷惑、ごめんとかけて申し訳ございません。転んでもただでも見えた。それから、あと、ドラムの方がですね、見えますか、最も、おしゃれな小島さん。小島じゃねえ、拾いはない。そうですね。まあ、最後私なんですけどね、どうしようかな、今日何て言うかな、今日は。もうじきお寺にこもる、ハルさんでーす。というわけで、そういう感じで愉快な感じでやってるんですけども、半分終わっちゃったね。まあ、ジャズフェスなので、ジャズフェスにちなんだその愛用作文も作ってきたんですね。いいでしょうか。やっちゃう、M、皆様のをおかげを持ちまして、今日定禅寺ストリートジャズフェスティバルを開催することになりました。つきましては長いから長い長い。つきましても続き聞きたいですよね。聞きたいですよ。じゃあそれはじゃあ次の曲の後にちょっと考えてみますか。
よ。しますと、あの MOK って絶対野外の時雨降るんですよ。過去全部のジャズフェスと、あと野外のイベント全部晴天でもなぜか雨降るんですよ、急に局所的に。なのでもし今日雨が降ったら奇跡ですよね。降水確率 0% なのに神だね、神。もうビジネス考えますよね。なんか雨降らすビジネス考えますよね。そしたらアフリカに送り込んで、砂漠に雨降らす、雨降らすビジネスを始めようと思ってますので、あの一緒にやって仕事してくれる方も集中です。あとあの特に MOK ホームページとかないので、あのあと電話番号を教えますので、私に電話ください。あと手紙書きますんで、住所教えてください。文通しましょう、文通。そういうのやめましょう。いやでも本当過去に一回ね、本当あの教えてくれた方いらっしゃったんですけど、すいません、筆不詳なもので。責任かかねえの。はい、かかねえ。すいません。いやあの MOK 残り2曲なんで、あと残り1曲なんでね、あの最後まで楽しんでいただいて。はい、もう本当 MOK の後もたくさんもかっこいいバンドさん、素敵なバンドさん、あと街中がもう音楽で溢れてる2日間ですので。ぜひ楽しんでいってください。We'll be right back.
ました。それでは早いもので最後の曲となりましたが、何か皆さんは何か一言ずつ言いたいこととかございませんでしょうか。何かないですか。ないですか。ではですね、私の方から一言あるんですけども、こちらのまっすぐ落っこちて骨折した兄さんなんですけど、今日4時から別なバンドでですね、キュラソーというバンドで、辻ヶ丘公園野外音楽堂でありますので、骨折してますけど頑張りますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。もしかしたら MOK で振らなかったのでキュラソーで振るかもしれませんね。皆さんの雨具を持って必ず行ってくださいね。雨具を持って、でも安心は。では最後の曲いきますと見せかけて、ジョバニさんの何か MOK は結構 MC が長いバンドで有名なんですけども、北は仙台から南は仙台までしか活動してないんですが、でも最近東は松島まで行きましたよ。東は松島まで行きました。東は松島から西は仙台までで, すでしょうか。最後の曲に行きたいと思います。線香。Thank you.